どうも、中野実験室です。今日は、私の家の一角にある、ジャンプ部屋に来ております。ジャンプ部屋というのは、私は約20年間、捨てないで、ずっと貯めていたジャンプが置いてある部屋です。今までブログで紹介していたんですが、ちょっと動画でも紹介してみようと思います。このように、壁一面に、ジャンプが置いてあります。一番古いジャンプは1993年、まだろくでなしブルースとかがやってた頃です。1994年、アウターゾーンの最終回とかがあったりします。こんな感じで、今は2015年ですが、ずっとジャンプが残してあります。これはあれですね。ブリーチが始まる前の、打ち切り漫画、ゾンビパウダーの新連載のジャンプとかもありました。ちょっと確認してみましょう。これですね。ちょっとまあ著作権のこととかがあるので大きくは出せませんが、これがブリーチが始まる前にやってたゾンビパウダーという漫画です。これも面白いです。他にもいろいろと漫画はあるんですが、まあ、そのジャンプの様子を見ていきましょうか。2000年代ですね。ハンター×ハンター。純情パインとかもありますね。いちご100%の前にやってたリリムキスとかもあります。こんな感じで、この辺のジャンプはちょっとまだ、棚に入れてないんですが、最近のジャンプもあります。この辺は、2004年とかですね。おお、スティールボールランの連載開始が、の号もありますね。ちょっと確認してみましょう。これですね。途中からウルトラジャンプに移籍になったんですが、ジョジョ第8部じゃなくて7部、スティールボールランの新連載のジャンプです。いやー、素晴らしい表示ですね。もうジャンプじゃないみたいですね。と、まあ、こんな感じで、ずっとジャンプがあるんですが、ここ数年ちょっと片付けるのをサボってて、2012年ぐらいのジャンプで、棚に貼るのは終わってます。その他にも、いろいろと漫画があったりしますね。ワンピースの、短編集があったりします。まあ、こんな感じで漫画をいっぱい集めた部屋を私は持っております。っていうような感じの動画でした。僕の夢は、このジャンプが読める喫茶店みたいなものを作ることが夢です。まあ、お金がないんですけど、まあ、将来的に、まあ、例えばこの YouTuber とかでお金持ちになれたら、そういう漫画だらけのスペースを作るのが夢です。それではまたお会いしましょう。